おはようございます。現在朝の9時、ここは川崎駅でございます。今日は何しに行くんだよ。大回り乗車で例外的に改札の外に出ようと思います。すいません、最近が川崎駅ってわけですね。そうっす、ここから南武線21駅だけ乗ります。てなわけでこちら南武線 E233 系。焦げたのかな、リンクですね。車内には新しさを示すように16対9の車内 LCD が設置されています。最新鋭の電車って感じがしますね。これでも E235 系の登場により最新鋭じゃなくなったもんで驚き桃の木三所の木。そんなわけで川崎駅を発車して1駅で指定駅に着いたわけですけども。不審な駅名ですね。地元民に謝れください。でいよいよここからが本番なわけですが、次に乗る路線に関してはダイヤがだいぶ少ないのが特徴的です。朝の時間帯はそうでもないですよね。ですがこれが昼になると。一気に減るな。この路線を使う場合は、事前にダイヤを調べておいた方がいいです。あら、終点まで8分ですか。短えな。せっかくなので南武線本線のダイヤも見てみましょうね。そっちはたっぷりですね。南武線本線の方は6両編成です。これって長い本なんですか？地元民からは7両編成にしろ、という声が上がっているそうです。力不足なのか？走行しているうちにやってきましたのは南武支線205系です。次に乗るのはこの電車ですか？なんか音符とかが描かれてるな。このデザインが好きな方もいるのではないでしょうか。じゃあさっさと乗ろうぜ。もうすぐ発車しますってね、この列車。短い8分の旅の始まりだな。ちゃんと案内してくれるんですね。ドアチャイムが独特だな。もともと205系には車内チャイムがついていませんが、この車両にはついています。やったね。あ、動きましたね。わがくん、だいぶ揺れたな。せっかくなのでしばらく自動放送を聞くコーナーとしましょう。見てください、この座席にも音符が描かれているんですよ。音符モチーフなのがこの路線なんですね。そうですね、この南武支線という路線はこういった彩りもまたいいものです。これって観光路線なんですか？京浜工業地帯を走るため、需要はむしろ通勤の方だと思います。最近になって英語の自動放送がつきました。外国人にもわかりやすいですね。さて、列車は終点の一つ手前の駅、小田坂駅に来ました。2016年に開業した新しい駅です。そんな新しい駅なんですね。今年3月14日の本節化で正式な旅客運賃が定められたものの、相変わらずめっちゃくちゃ地味です。かわいそう。いや、だって小田坂へなんて聞いたことありませんでしたのよ。地元民に謝れください。お、発車したな。次が終点か？そうです、全くその通りです。短い路線でしたね。今回はもう一路線乗るよ。まだまだ続くんですね。そうそう、そういうこと。次に乗るのは鶴見線です。自動放送を聞いてみましょう。今の自動放送、乗り換えるには改札外に出ろと言ってました。しかし、うるせえ字幕で画面ぬめんな。この浜川崎駅においては、乗り換えのための手段として大回り乗車中でも改札をスルーしていいということになっているのです。言われてみれば、乗り換え駅なのに乗り換えられなかったら罪ですものね。割とマジでめっちゃすぐ浜川崎駅に到着。そんな強調しなくていいですから。なんか線路がすごいことになってます。ほんでひたすらこの浜川崎駅構内を歩き続けます。どこかちょっとレトロな気がしますね。なおこちらの駅ですが、無人駅となっております。スイカ専用の改札機がありますね。簡易スイカ改札機ですね。こっちが入場用。ところで大回りするときはこの改札どうやって出るんだよ。駅構内にあるものをすべて素通りして乗り換えることだけ考えます。表現どうにかしろ。横断歩道渡ってくださいよ。あやい。これが南武支線浜川崎駅です。
右に曲がってちょっと歩いて鶴見線の浜川崎駅です。本当に改札の外に出ないと乗り換えられないんですね。ではこの連絡階段を登って鶴見線に乗りましょう。あ、通駅がありますね。ここも通勤に用いられている駅となっております。これちゃんと神奈川の東の駅なんだよな。はい、まったく。そしてここを右に行くと乗り場です。あ、線路が見えてきましたね。電車も見えてきたな。見えてきましたのは鶴見線の車両205系線100番台です。黄色と水色のフレッシュな色が特徴的ですね。では乗りに行きましょうね。浜川崎、さっさと乗れよ。いやー、どこから乗ろうか、ちょっともう少しだけ考えさせてくだ。こののどかな雰囲気が鶴見線って感じがしますよね。ここ何市ですか？川崎市です。信じられないようですが川崎市です。これ何両編成だ？3両編成でございます。東京の近くにしてはやたら短いですね。さっきまでの2両だったから一応長くはなっているのよ。ふかふかそうな椅子とブラインド付きのでかい窓、落ち着いたデザインですね。最近は205系自体絶滅危惧種だからここで乗れるのは嬉しいわね。いつもならこの辺りに猫ちゃんがいるんですが、残念ながら今日はいないようです。こんだけ暑いならしょうがない気がしないでもないですけどね。お、発車するな。いわゆる駅目どもないんですね。それすらもないのが独特の味わいよね。最近ってどこ行ってもありますからね。ドアが閉まりましたね。ここから 5.7 キロ、鶴見まで乗っていきましょう。発車したな。ところで鶴見線ですが、終点は浜川崎ではないです。鶴見から浜川崎を経由してその先の扇町まで行く列車もあります。浅野駅から分岐して海芝浦まで行く路線、武蔵白石から分岐して大川駅まで行く路線もあります。夜はいろいろ路線があるってことだな。本数は総じて首都圏主要路線よりも少ないですけどね。この路線もこれまた南部支線と同じくローカルな雰囲気が売りです。ただこの路線も通勤路線らしい感じです。やっぱりこの辺も通勤の目的地になってるんですか。さあさあ向こうに車庫が見えてきますよ。あ、青と黄色の電車が見えてきましたね。鶴見線に混じって現れる南部支線205系、ちょっとひっそりした佇まいですが、それでも立派な車庫だと思いますよ。似たような車両しかいなかったけどな。そりゃあ川崎市は205系天国ですので、リアン路線だけやないかい。何ヘルツッコミしてるんですか。てなわけで国道駅を出たら次の駅は鶴見です。あ、終点ですか。鶴見ではトラップがあります。その名も、御女将殺し。ってことはお前は終点で人生終了だな。言ってないでください。御女将殺しとはどういう。鶴見駅の改札を出るにはエクカカリンとのコミュニケーションが必須になります。と、言いますと。着いたら説明しますね。はい、こちら鶴見駅です。ここで乗り換えられるというわけですね。待ってください、これじゃ夜メロンみたいな貧民は乗り換えられないじゃないですか。誰が貧民でボケかす。あ、今なんつった。あらあ、なんでもないです。んで、ここはどうやって乗り越えるんだよ。それはですね、はい、改札の横のすげえ目立たないところに、こんな窓口があります。これで駅員とお話しして通してもらうってわけですか。そういうことです。私が御女将殺しと称したのはこれが理由でも、事情を話せば大体あっさり出してくれます。なんだ普通にできまったのか、つまんねえの。鶴見駅にバッドエンドを求めないでください。たまに大回りのルートを聞かれるので、あらかじめメモと持っておくといいかも。あとはルートが重複しないように乗り継いで大回りの旅を続ければ OK です。また続くんですね。僕はここで終わるほどつまらない人間じゃない。看板の文字をどうにかしてから言え。あらあら、うふふ。というわけで以上、浜川崎乗り換えとかの動画でした。大回りなのに改札の外に出られるのはちょっと気持ちいいですね。ですね。ではこの辺にしましょう。また次の動画も見てくれよなー。